6リットルの水を飲むという罰を受けてもらいます。冗談は水飲み場です。物は飲み場です。これは同盟の水。俺最後ぶち込め。あーきつい。いい神社、綺麗。待て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 、ヤギがいる。ヤギいる。トモヤ。トモヤ。サウスポーのヤギじゃねえか。スカウトやってる中日で。話し声じゃない。アンダーソンで誓ってみて。アンダーソン。アンダーソン。本当に動物怖いんだから。行ってみ。ここ進んでって。めっちゃ沈んでえやん。でさ、でさ、でさ、どうした？何どう？何何？早く行こう。何？切れそうだね。ちょ、膀胱が消えるってこと？何？めっちゃ早く行ったら。こっち入れんなら。え、すごい竜から出てる。え、水が竜から出てる。竜、あれ竜、あ、本当だ、すげえ。竜から組もうぜ、中日ドラゴンズ昇竜。これマジ演技いいやん。いや、平凡よ。え、平凡よ。笑わせるおー、偉い。おー、偉い。偉い。偉い。行くぞ。ちょっと待って。ちょっと待って。トイレ行かせるから、待って。あとね。ありました、トイレ。あ、じゃあ、ちょっと最後さ。ちょっと骨格診断だけさせて。骨格診断。ちょっとピシッとだって。結構骨格、最近、俺結構見るのハマってて。勝又はあの骨格小野心、骨格小野心、電話骨格加藤ほ、嘘でしょ、今もう緩めたて。急いで急いで。わあ。で早く。ローソン行こう、ローソン。やだやだ、こんな。あ、こいつ電気ついてる。やったー。お前でも。どうですか？すっきり快感。肩だ。おい。はい、健康快感。いや待って、俺青汁。青汁よ。飲み物の大切さを知れ、お前らは。じゃあでも、ね、炭酸水でかいて。さっきの湧き水に炭酸入っただけだから。おほほほほ。一番勢いあるやん。すご。当たりました。勢いえぐ。うわ、すげえ。足取りが重いぞ。おい。お前らスモークの走塁か。私もね、鬼じゃありませんよ。鬼ですよ。今回クイズ用意してます。クイズ正解した方飲まなくて大丈夫です。これはでかい。でクイズ負けた方1リットル。なぞなぞ。壊れたテレビを売りました、何円になったでしょう。
何位？壊れたテレビを売りました。何円になったでしょう。壊れてるのか0円。じゃあ答えれば勝ちですね。あ、それと早押しとかじゃないのこれ。なんだ。答えれば勝ちですよ。おやべやべ、それはやばい。ブロック。なんてブロッコリーってさ。ブロック。あ、冷たいんだ、うん、さあ若竹の泉クリアしました。あと6つ目。あと6つ。カズマタなんか一人野球選手しりとりやってよ。俺だけ一人で。そう、みんなでやるから楽しいんじゃないの。一人で試しにやって。一人で超早くね。せーの、ソート、トバシラ、ラミレス、スレッジ、ジオ、オンドルセグ、黒田博樹、キサヌキ、キマ、北川アチ、シコスキ、アマタキ、キノシタタカヤ、ヤノケンジ、ジョージアリアス、スパチュバグ、グデソン、あ、うんついちゃった。お題は好きなパン。好きなパンで高速しりとり。高速しりとり。せーの、フランスパン。フランスパン食ってんとこ見たことねえわ。お前がパンの時点でうんつくじゃん。クロワッサン、フランスパン、メロンパン、クリームパン、アンパン、食パン、パンパパン。ここです。え、そこ開けてみてください。開けるって何。そこ引けるから、あの金具のところ。上に。うお、開いた。開きます。ちゃんと入っていいとこですからね。ここも有名らしいですよ。何も書いてない。だ、本当にガチの脇見せらしい、ここ。次野球クイズいきますか。じゃあ、あ、やった。クイズだ。これはもう3択。札幌ドームで第1号ホームランを打った選手は誰でしょう。1番福留孝介、2番武田久志、3番ランディーバース。この中に正解ないよと思ったら4やっても大丈夫です。あ、なるほど。加藤さんも OK ですか。はい、大丈夫です。じゃあまずデンさんから。4。どうだった。ジョージは。おー、ケンジね。はい、お父さん。80。福留。はい。100% 福留。正解は、福留康介です。勝俣さん、1リットル獲得。え、負けた方じゃないの。そんなこと言った俺。言ってなかったね。言ってないよ。おめでとう、1ヒットの獲得。やだ。さあ行け、おかわり、一人アベック団。おい、吐き出すなよ。危ね。水は、お味はどうですか、ここの。うまい。うまい。うまい。ちょっと待って、応援ないときついかもしれない。覚えといて、お前ら。おー、すごい。さすが。ここの水は飲めないのによく飲んでくれました。素晴らしい、福留孝介。ここの水は煮沸が必要です。嘘だろ。嘘だろ。あ、でも嘘になったら嘘でいいけど。おい、秀樹うるさい。秀樹じゃねえ。秀樹うるさい。秀樹じゃねえ。うわ、なんかちょっと砂鉄みたいな味したもんな今。
なんか飲んじゃダメな味した。ちょっと違ったんだよね。もう後からだといくらでも言えると思うけど。やられたぜこいつ。ちゃんと飲める水だよ。砂鉄のくだり何？美味しかった。砂鉄の嘘ついたってこと？多分俺がさこのチェーン触ったから砂鉄の匂いしたんだけど。手舐めたってこと？もうここ来たら分かんないよここに。はい、続いて曽根神社。めっちゃちゃんとしてるやん。あ、すげえすげえ。伊野明神水。ここは一回潰れちゃったんだけどまた復活したらしい。大気の優勝を目指してる巨人には持ってこい。飲ませようとしてる。違う違う、むしろ飲んだ方がいいかも。いやいや、ちょっと俺はもうここはデンさんに。わかりました。じゃあここに書いてあるの早口で3回言えたらいいでしょう。じゃあ勝間さん、淡水ベニマダだ、淡水ベニマダだ、淡水ベニマダだ。残念、ベニバネニアって言ってました。いやでもまだ分かんないよね。デンさんにはこちら、ここでお願いします。よーいどん、よーいどん。船形ケイソー、船形ケイソー、船形ケイソー。正解。クリア。みんな簡単やん。クリア。簡単だって。クリア。簡単すぎ。クリア。お味どうですか。やっぱ美味しいですよ、どこも。あ、美味しい、ね、いや、美味しいんですよ。だから憎めない。憎むなよ、お前ごときが神の水を。いけ、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 二人が水飲めますように。皆さん、秘宝です。はい、もう雪でこの先の湧き水いけません。え、うわ、マジ。雪がめちゃめちゃ残って通行止めになってます。あら、あ、この先だったんだ。そう、なので残念。ここと残り3つ計2リットル。2リットル1人ずつね。はっ。いや、そうでしょ、だって残り4箇所でね、1人500ミリリットルずつでしょ。湧き水も1箇所飲んで制限がありますから。いや、ないね、無限に。あの、ちょうどほら、そう思って、ちょうどさ、これちょうど4箇所から出てますね。奇跡起きた。1個ずつ500ミリ飲めば達成です。ここでちょっと2リットルのペットボトルもあるから、とりあえずもうさ、協力してもうやってみる。よし、協力プレイだ、ここからは。よし、よし。うわ、でもこれ終わったら解放だよ。俺がレッドブルおごったけどみんな頑張ったから。でも汁も嫌って。汁もんって言うな。いいね、自然をバックに。これ本当になんか面白くしようとかそういう動画じゃなくて、本当にみそぎだから、君たちの。次なんか水道代払わなかったら本当に南アルプス行かせるからね。本当に天然水工場開いてもらうよ。でこれ飲めば終わりだぞ勝又。またそうだろ、まだこんだけかよ。俺はめっちゃ飲んだ時やったのに。え、今東でいた。え、なんか今東でみたいな人いたんだけど。違う広島のじゃないよ。わかってるよ。あの携帯とか全て立ったやつだろ。そう、東で、東でっぽい人いたけどな。こんなとこにいるわけないよ。のせいか。
いな。全然減ってない。おかしいな。なんでこんな減んねえの。まだ3階の表ぐらいや。あーやばい、マジできつい。最後行けよ。あーちょっとマジで。いいなば。ちょっと遅いです、こっから遅い。お前濃いか、お前口入れて乗り込んで。イノボジャンプ、イノボジャンプ。皆様、本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。ナイスバッティー！ゴーチャイアンツ！